さあ、それではやっていきたいと思います。テイルズ・オブ・ファンタジア。今回は、ん？あ、そう。今回は、ボルトを仲間にしたというところで、研究所に行きましょうというところからやっていきたいと思います。その研究所ってどっかだ？この辺だよな、確か。あった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 。ちょっと通るよ。どうやらボルトを召喚できるようになったようですね。ええ、それじゃ早速やってみます。ボルト、ボルト、お前の力を貸してほしい。周りにある飛行機械にお前の力を注ぎ込んでほしいのだ。クラースさん、大丈夫なんですか？おそらくな。アジェ、ほうきも一緒にやってしまおう。うん。おお、なんか大丈夫？これで大丈夫だな。大丈夫、ほうきの性能上がったの。あとはこれを使うだけだ。それは？まあ見ていたまえ。カプセルにレアバードが吸い込まれた。ホイホイカプセルじゃないか。そのカプセルは？これはウィングパックという道具だ。これを使えばレアバードを中に収めて持ち運ぶことができる。持ってきたまえ。ウィングパックを手に入れました。すごいね、ホイポイカプセルだ。ありがとうございます。私は先にレアバードでアルバニスタに向かいます。一刻も早く皆さんのことを陛下に報告したいからね。あなたもウィングパックを持っていくといい。ありがとう。それでは皆さん、なるべく早く来てください。なるはやでか。ではレアバードの説明をするぞ。これは最新のバランサーと制御装置を積んだ小型飛行機械だ。乗員はただ指示されたボタンを押せばその通り動いてくれる。次に操作の説明だが、簡単だからな、すぐに覚えられるだろう。まず丸ボタンで離陸。おお、めたいめたい。街の中で離陸するのは危険だから、街の外に出てから離陸するようにしてくれたまえ。さらに丸ボタンで加速、バツボタンで着陸だ。着陸の場合は街の中にも直接降りられるように作られている。当然だが障害物や海には降りることはできないからな。ああ、それから着地地点は影を見て確認してくれたまえ。飛行中は方向キーの左右で旋回して上下で上昇と下降ができるようになっている。四角ボタンを押しながら方向キーで細かい移動もできるように設計されている。もう一回説明するか？いや、一回でいいわ。本当にありがとうございます。故障したらいつでも来てくれたまえ。もっともこの俺が設計したものが壊れるとは思わないがな。よし、それじゃあアルバニスタに行こう。いやー、しかしオーバーテクノロジーの香りがプンプンするね。てなわけで見事移動アイテムを手に入れたので、無事にレアバードが完成したみたいだね。スタンリーさんには本当にお世話になりましたね。ボルトに言葉が通じないときはどうするのかと思ったけどね。なーに、不可能はないということだよ。じゃ、早いとこハリソンさんの後を追おうぜ。おー、ちょっと待って。なんか熱っぽいな。大丈夫か？しっかりしてくれよ。難しいこと考えたから知恵熱出ちゃったかな。知恵熱？それってほっとけよ。本当に知恵熱かもしれないからな。ハーフエルフだから？いや、あいつだからだ。ボルトの力で長く飛べるようになってご機嫌だな。ねえ、これって他の精霊じゃダメだったの？そんなことはない。現にペガサスの力で飛んだこともあっただろう。あ、そっか。じゃあなんでボルトなわけ？帯電性質といって、ボルトの力は物に長く作用し続けるんだ。なんだかわかんないけど、まあいいや。
なあ、頼みがあるんだ。頼み？なんだい、言ってみるといい。俺の弓の飛距離を伸ばしてほしいんだ。おいおい、私は武器屋じゃないぞ。弓なんて直せるわけが。そうじゃない、ボルトだよ。ボルトの電気エネルギーとかいう力でさ。ダメか？多分無理だろう。弓は電気の力で飛んでいるわけではないからな。レアバードと同じようにはいかんさ。ちぇ、いい考えだと思ったんだけどな。はあ、どこかに寄り道していきたい気分。何言ってんだよ、そんな場合じゃないだろう。そうです、アルバニスタに行かなくては。分かってるよ、ちょっと行ってみただけじゃん。さあアルバニスタへ急ごう。あ、国営陛下がお待ちかねだからな。はあ、ど寄り道したい。あーすげえ。あ、なんかもう急に別ゲー始まったな。おい、これは迷子になる。待て待て待て、これどこがどこだ。これあれだな、砂漠だな。ってことはこの辺にあるのが多分なんだ、ミッドガラスか。あ、これは12星座のとこだもんな。ってことはさっきの砂漠じゃない、雪道な。でこれがまたなんかわからんとこで、あ、いいな、あちこち行きたくなるな。まあ今はそうだな、とりあえずアルバニスタ行っていいのかな。うおーって差ついたよ。いやー、久々のアルバニスタだ。とりあえず武器見よ、武器。いらっしゃい、いい武器揃ってるよ。あー、これ強いね。あ、魔化学の力を用いてんだね。どれが一番強いかな。でもな、アックスよりはね、剣使いたいんだよな。そうだな、このデストロイヤーかホーリーソードってところだろうな。あ、ホーリーソード属性ついてるのか。光吸収の敵とかいたら大惨事起こすからな。今つけてるのがこれだもんで。いや、じゃあこのデストロイヤー買おう。これとホーリースタッフ買って、てかもうユニコーン本を焼くごめんなの。まあいいけどさ。どうもありがとう、防具屋さん。あー、やっぱ防具になると高いな、値上がりひどいな。でもいるからな、買わないとな。プリチリボン、よし。それじゃあもう一回装備で OK。 どうもありがとう。さあミッドガルズじゃねえや、アルバニスタ。あー、精霊様は住んでる地域を守るだけでなく魔術の伝承書も守っている。もうよく人勝負する。あの、すごく足早いよ。勝ち悪い人いるのかな。第5回アルバニスタ記念レース大会、素晴らしい商品もらおうぜと。俺が走るぜ、頑張れよ。よし、では説明。なんとなく知ってる。まあ一回やってみよう。お、専用曲。おお。いやー、詰まった。はえはえ。なんだあのガキ、はえな。いやいやいや、待て待て待てよ。なんだあの少年、めちゃくちゃ速いじゃねえか。ちょっとボルトの力借りようぜ。
サインボルトの力借りようぜ。あ、これはダメだ。よいしょ。無駄が多い、無駄が多いよ。マイスとっくにゴールしたろ。くぁ。47秒。もっと全然削れると思うよ。42秒60。タピストリー、ウォールブレイク、なんちゃらボーボー。じゃあタピストリーで。マハ青年の称号を。おい、もっとかっこいい呼び名をくれよ。え、あ、そうかい？じゃあ、何か俺にふさわしい生かした呼び名が欲しいんだよ。今の俺の走りっぷを見てさ、何かあるだろう、ほら。そうだな。マッハ少年に勝利したあなたを称える意味で、激マッハ野郎の称号を与えよう。かっこ悪い。チェスターは激マッハ野郎の称号を得ました。やったぜ。おう。おう。お城に来たエミリちゃんがうんぬんかんぬん。なるほどね。道具やカレンダー。いやー、一時手が届きそうになるかと思ったけど全く届かないね。おでんは土鍋で。そうだね。関東風かな、関西風かな。トレントの森のどっかに忍者の里。トレントの森ってあそこだよな。ん、あ、アス、何？アスカは超古代文明トールの人々によって捕らえられた。はあ、捕まえちゃったんだ。それじゃあんまり人をよく思ってないんじゃないか。物資の補充。あ、買ってくれた。冒険者ギルドでコンサートがあるときはそのチケットの中に入れる。はあ、何コンサート？ヨーミコンサートを見るためのチケット。はあ、ヨーミってあれじゃないか、このゲームのねテーマを歌ってる。オーディションウェイ、大丈夫かお前。奥義書ウェイ。魔界の者の力を借りるものもある。はぁ、あ、桜葉五世。桜葉の曲は分かりやすいからな。なんか
はあ、そうだね。お、桜バー聞かしてくれよ。あんたらにはこの芸術は理解できなかったかな？そうだね、なかなか。ほう。海賊アイフリードの噂話。世界中に点在する無人島なんかに隠した。ほう。濃い面々がいっぱいあるね、アルバニスタ。ガルズの軍、はあ、し、働け。ほう、フリーズキール大陸になんか剣がある。はあ、私は素晴らしき味の世界の住人。この味をより多くの人に伝えたい。君も私の世界に触れてみないか。この料理を伝授しよう。魚鍋も料理できるようになりました。そうだね、タラとか入れたいね。なんでタラなんだろうね。はあ、食材もまあぼち、お、こんにゃく。そうだね、鍋にまあだいたい入ってるかな。なんだ貴様らは。ここは貴様らのような者たちが来るところではない。そうかい、さっせと帰れ。しかし我々はハリソン殿に頼まれて。黙れ、待ちなさい。ハリソン殿。その方たちがこの間話した人たちです。丁重にお通ししなさい。この者たちがですか？これは失礼しました。部下の非礼をお許しください。どうぞこちらです。あいつらがダオスを倒せる奴らだってよ。まだ子供じゃねえか。大丈夫なのか？お連れいたしました。ご苦労だったな。
ルーングロムさん。誰？過去で会った人。ここの宮廷魔術師なのよ。まさかまたルーングロムさんにお会いできるなんて。伊達にエルフの血は流れていないよ。本当はこんな形では会いたくなかったんだが、しかし君たちに会えて私も嬉しいよ。ルーングロムさんもお変わりなく。ああ、積もる話もあるだろうが、先に陛下に会ってくれないか。はい。ああ、またルーングロムさんに会えるとはね、なかなか嬉しい。国王陛下、過去からの使者の方々をお連れいたしました。大儀であった。ハリソンから話は聞いておるとは思うが、ダオスは今や全世界の脅威となっておる。ダオスに未来へ未来へと時間転移する力がある限り、永遠にいたちごっこになってしまうのはすでに明らかだ。しかし我々もただ漫然と戦い続けてきたわけではない。と言いますと？トールで発見された超古代の遺産から問題を解決する鍵となる情報が得られたのだ。鍵ですか？超古代と呼ばれる数千年の昔、大陸は三つの大国によって覇権が争われていた。話くらいは聞いたことはあると思うが、オーディーン、フェンリル、そしてトールだ。隕石の落下によってトールが海に没した後、泥沼化した戦争に二国の滅亡という形で終止符を打った謎の男たちが現れた。彼らが使っていた三種の武具、そのありかを記した文書が見つかったのだ。それがあればダオスを倒すことができるのですか？その三種の武具は融合させることで時間を操る魔剣へと変化するらしいのだ。つまりダオスの時間転移を封じることができるというわけですね。その通りだ。詳しい話は魔術研究室の者たちに聞いてほしい。しかしこのような若い者たちがダオスを倒すとは、お主らの話は伝説となって我が王国に伝えられているのだ。今から150年前、世界の敵となっていたダオスを倒したと。万策尽きた我々にはもうお主らしか頼るものがない。吉報を待っておりますぞ。はあ、私ら伝説となっちゃってましたか。それはそれは。お、何？トラクタービーム、サンダーブレード、サンダーストロ、サンダービーム。何？アーチャー、トラクタービームを覚えました。アーチャー、ソーサラーの称号を得ました。サンダーブレード、俺もう持ってない？待って待って。あー、いいんだ。ここで情報を。オーディーンはフレイランドの火山地帯にあった。はあ。オリジン、オリジン。ダイヤの指輪か。フレイランドの火山地帯。忍者の魔物。フリーズキールの町にあった。フェンリル。アルバニスタのマキーター。とりあえず、あれだな。忍者からどうにかしたいな。石取りゲームの名人。やだ。俺、そういうの苦手だよ。あ、なに、そういうのなの？はい。正解です。ほら、リングシールド。
エリクシール。あとは多分何回もエリクシールなのかな。エリクシールだらけならまあとりあえずいっか。うん。オリジンはな、あそこにいるもんな。何？はあ。なんて、なんか流したけど、収葬なんとかって覚えた。収葬飛燕客かな。おでんって知ってるかい。忍者はこのおでんが大好物らしくてね。でも僕はカレーのがいいな。俺もカレーのがいいかな。いや、たまにおでんで食べたくなるよね。三種の武具って言われてもな、なんだかわかんないよね。アルバニスタの魔法研究所へ行ってみよう。そこでなら何か聞けるかもしれない。そうだな、詳しいことがわからなければ話にならんからな。さっきのピアノ、素敵な曲でしたね。ああ、あれだけの演奏はそうは聞けないだろう。でも、おじいさんはもっとすごかったって言ってましたよ。聞きたかったですね、そのピアノを。まあ、私は過去に戻ったら聞かせてもらうつもりだがな。ああ、ずるいですよ。なんとでも言うがいい。これも役得だよ、役得。僕たちが伝説の英雄になっていたなんて。まあ、そういう歴史が作り上げられたということだろう。へへ、鼻高高だよね。でも、本当はエドワードさんがダオスを倒すはずだったんだ。彼の目的は名誉じゃなかった。無論、我々もな。英雄でも何でも好きに呼ばせておけばいいさ。分かってますけど、複雑な気分ですよ。もう真面目なんだから。三種の武具とかいうのを探さないとな。超古代の遺産とか言ってたっけ。それがダオスを倒す鍵になるのですね。ああ、それらを融合すると時を操る魔剣になるわけだ。時の剣か。三種の武具とか。さあ、てなわけでアルバニスタでたくさんの情報が手に入りましたというところで、今回はこの辺にしたいと思います。次回はね、とりあえず忍者なんとかしていこうかなと思います。それではありがとうございました。